はいどうもちばです。今回は写真画像を切り抜く方法のご紹介です。まずは配置します。ファイルから配置を選んでください。画像のあるフォルダーの中の配置したい画像を選んで配置をクリックします。はい、ワンクリックして画像が配置できます。 キーボードの S を押して拡大縮小ツールになります。Shift キーを押したまま、クリックしたまんま、マウスをこのように動かすと、小さくしたり大きくしたりできます。はい。クリックを離して確定です。キーボードの V を押して選択ツールにして、上の方にある、この水平方向中央に整列をクリックしてど真ん中に、 垂直方向中央に整列で、さらにアートボードのど真ん中に写真を持ってくることができます。はい。で、従来であれば、イラストレーター上でペンツールなどでパスを作って、それでクリッピングマスクでくり抜くというやり方でやると、その方法が昔はフォトショップとそんなに遜色なかったんですけれども、 最近、フォトショップがバーチャンアップで進化したので、このような画像をマスクしたいと切り抜きたい場合は、フォトショップで作業した方が圧倒的に楽チンです。はい。配置した画像は、このリンクウィンドウの中に表示されます。リンクウィンドウの表示方法は、ウィンドウ、をリンクと、こちらをクリックしてください。すると、このリンクウィンドウが現れます。こちらの画像ですが、 こちらのリンクにあるこの画像でございます。はい。では、オリジナルを編集ボタンがあります。こちらのアイコンをクリックします。Photoshop の方でオリジナルの画像の方が開かれております。はい。では、こちら、レイヤーですね。ウィンドウを、レイヤー。こちらをクリックすると現れるのがこのレイヤーウィンドウです。 開いた状態ではこのように背景となっているんですけれどもこの背景レイヤーを選んだ状態で右クリックしてレイヤーを複製をクリックします。OK。もともとあったこちらの背景レイヤーをクリックしてゴミ箱アイコンをクリックして削除します。では、これ新しいフォトショップの機能なんですけれどもこちらにクリックして待っているとオブジェクト選択ツールと そして、従来からあるクイック選択ツール、自動選択ツールとあるんですけれども、オブジェクト選択ツールで切り抜きを行います。はい。オブジェクト選択ツールを選んで、こちらの写真画像の上でクリックしたままマウスを動かして、このように四角形を作って対象になる部分をこのように囲みます。クリックを離してください。するとこのように自動で、 選んでくれます。で、この上の方にモードとあるんですが、クリックして投げ縄に切り替えます。適度に拡大して、この部分はいらないので、キーボードのオプションキー、Windows なら、Alt キーを押したまんまにしてください。すると、押してる間だけマイナスマークが現れます。この状態で、クリックしたまま、このようにマウスを動かして、 不要ですという部分をこのように囲ってクリックを離してください。すると、このようにクリックして囲ってクリック離すと、オプションキー、オルトキーを押したまんま、クリックしたまんま、こうやって範囲を作ってクリック離す。はい。こんな感じで選択範囲が自動で追加できます。はい。で、 ここですね。切り取ってもらっちゃ困るよという場合は、シフトキーを押したままにすると、マウスカーソルがプラスと表示されるので、この状態でマウスをクリックして、範囲をこのように決めて、クリックを離すと追加されると。これを繰り返して、正しい切り抜きの範囲を作っていきます。これはいらないので、オプションキー、 Windows なら Alt キーを押したまんまで範囲を作ってクリック離すと。こんな感じで範囲をしっかりと正していくと。これはちょっとはみ出てるので、オプションキー、Alt キーを押したまんまクリックして範囲を決めてクリック離すと。こうちょっと欠けちゃったよ。シフトキーを押したまんまクリックして、このように。これを繰り返すだけですね。 いらないので、オプションキーをオルトキーを押したまんま、範囲を選ぶと。ここちょっと欠けてるから、シフトキーを押したまんま、このようにプラスマークにして、ここ入れてね、と。こんな感じで微修正をしていけば、簡単に、範囲が決められます。はい。だいたいいい感じになったので、上の方の選択とマスクをクリックします。はい。表示モード。上の方に表示とあるんですが、こちらのサムネイル、 クリックしてください。オニオンスキン。初期設定でオニオンスキンになってると思うんですが、点線、オーバーレイ。こんな感じで、どの範囲が選ばれてるのか、切り抜きの対象になるのかがわかります。オーバーレイは作業しやすいですね。はい。で、これで滑らかにする、ぼかす、みたいな調整が行えて、はい。で、さらにですね、 レイヤー状に切り替えると、切り抜いた時のイメージがわかります。ここでですね、この状態で、この滑らかにとか、ぼかしみたいなものをですね、こんな感じで試してあげると、仕上がりイメージがつきやすくなります。んいい感じですね、と。はい。これで、OK を押してあげます。では、このレイヤー、今、選択範囲ができていて、選ばれている状態で、 下にある、レイヤーマスクを適用するボタンを押すと、このように、レイヤーマスクが作成されます。はい。この状態で、保存ですね。ファイル、別名で保存。で、えっ、ー、とね、フォトショップ。フォトショップ、もしですね、ウェブで使う場合は、PNG、ピング画像ですね。これにしたらいいんですけども、 え、とりあえずイラストレーター側に配置して使う画像だとデザインを追加してきますよって場合は、フォトショップ形式にしてあげます。で、これで保存としてあげて、で、えー、っとね、イメージモード。ここで印刷で使う場合は CMY 系カラーにしてあげてください。はい。で、イメージ。画像解像度。 ここで画像の解像度を変えることもできます。印刷で使う場合は、こちらを400にしてあげるといいんですけれども、はい、印刷で使う場合は、再サンプルっていうのをオフにして、ここをですね、400ってやってあげて、解像度400ってやってあげて、OK と。これでとりあえず準備完了です。単に Web で使う場合だという場合は、解像度を変えたりする必要はございません。切り抜きができたらそれで OK です。 はい、イラストレーターに戻ります。はい、イラストレーターに戻りました。イラストレーターのリンクウィンドウ、こちらですね。クリックしてください。画像を選んで、これでですね、この右上の3本線をクリックして、リンクを再設定をクリックします。はい。で、こちらが先ほど作った PSD、Photoshop 形式の画像です。切り抜いた画像の方になります。 はい。リンクにチェックが入っているのを確認して、配置をクリックしてください。はい。これで完成です。このようにですね、画像は、フォトショップで切り抜きも行って、リンクで、このように反映させれば、イラストレーターの方で、そのまま使えますと、自由に動かして使えますし、あとですね、こちらの明るさ、 明るさやコントラストを変更するのも、フォトショップの方であれば、自由自在にできます。それぞれ得意な分野が異なるので、イラストレーターの方では、ベクターデータ、フォトショップの方では、ラスターデータ、ビットマップ画像を処理すると、この使い分けをしっかりと行っていきましょう。ということで、今回は画像の切り抜きでございました。こんな感じで、イラストレーターだけではなくて、フォトショップやその他のソフトの使い方、 お仕事をしていると、イラストレーターだけでは完結しないような作業がたくさんございます。また、フォトショップだけでやっていると、非効率だとか、まあ、その他のソフトだけでやっていると、大変効率が悪い作業もイラストレーターを使うと効率が良くなったり、またはイラストレーターだけでやっていると、とても非効率だったり、うまくいかなかったりするようなことがたくさんございます。初心者の方は、 何から勉強して良いのかさっぱりわからないと思います。私もそうでございました。このようなノウハウを動画やブログでたくさん公開しているのですけれども、初心者の方はどれから勉強して良いのかわからないと思います。無料でこの順番で勉強するとわかりやすいですよというご案内をしておりますので、概要欄からよかったらメールマガジンの方も見ていただけたら嬉しいな。 と思います。それではまた次回、失礼いたします。